はいどうもピョキンです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース IC ホットカッコトロールレベルということで氷のように熱くということでしょうか。いやいいね、こういうのすごくいい。なんか男心くすぐられないですかね。じゃあ僕もこのコースのテイストにのっとり心は冷たくそして体は熱くやっていこうかなと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.61%。 まあこんなにクリア率が低かったらね冷静に考えなきゃクリアできないと思うんですよ。なんで今日は冷静ピオキングっていうキャラクターを見てそして感動してって、じゃあここは四角の枠行けっていうことかな。開幕落ちる。なるほどね、ここは右にダッシュしてこの穴をかわせと。今日は心を冷たくしてきてるからね、こんなんじゃ叫ばないよ。今のボム兵のエクスプロージョンによって僕の心に完全に火がつきました。普段は見せない僕の本気っていうものを見せてあげましょう。この動画メンバーシップ限定で公開したいと思います。それじゃあオンオフをしてすぐ右ダッシュすればゴール。そういやスタバの新作飲んだ。3つも新作出してたね。確か塩チンスコーバニラキャラメルとブドウとほうじ茶だったっけな。全部フラペチーノなんだよね。で塩チンスコーバニラキャラメルってさすごく甘そうなイメージあるじゃん。でも名前の割にちょうどよくってこのコースは辛くないか。もう僕の心は完全にフラペチーノ状態だよ。心は冷たくそして言葉は甘くささやきながら進んでいきたいと思います。どうもわけわかんない系 YouTuber です。なんで甘くささやきながらってここヒップドロップしていいのかな。いやこれもう積んだ感じっぽいね。一旦ここでヒップで避ける。そして転ぶ敵地から利用してすぐ上に行く。いや合ってんないねきっと。あっあっあっバブルが来るより先に早く行けと。そしてこのまま先に進めるっていう感じだね。それでここでテレサ出まくるのはいいんだけど鍵がいるよね。あの鍵どうやって取るんだろう。この下のハテナブロックが鍵なんかな。そしてこれやりすぎなんだけどよく勝利落ちしないよね。でも僕は地獄に落ちたいと思います。鍵を姿現せ。もうかくれんぼは終わりにしようじゃないか。さあ姿現せんだ。違うのか。え、でもモブ兵ってことは期待した。皆さんもう安心してみてね。この金田一名探偵ピヨンが全て解決してみせたいと思います。それじゃあここは一旦亀の甲羅を蹴る。そしてもう一回落として吐く。そんであのハテナブロックをヒップドロップすれば鍵が手に入るっていう感じなんじゃないんですかね。右下のハテナブロックが鍵っていうわけだったのか。解決しましたわ。それじゃあ青い土管に進んでいきましょう。そろそろ中間ポイントもあってもいい頃。どうだ中間ポイントあるのか。上にあるね、あの中間ポイント。頼むって、飛ばしてよ。まあ、一旦このまま進んでみようか。まあ、これが実は正解であったっていう可能性もあるよ。なんか今矢印左って書いてなかった。こっちが正解なのか。なるほど、このまま戻ればよかったの。頼む、間に合って。つらら。この上、カロンの甲羅入ってくるなって書いてたよね。入っていかなかったら、無事に中間ポイントが取れるんかな。なるほどね、これで砲台を防ぐっていう感じなのか。でもさ、スタートって戻っても中間ポイント取れそうな勢いじゃなかった。まあまあこの先進んでいきますか。この先足場がないだろう。ここか、見えてるんだよこっちで。今日はそんな邪魔しないでよ。早いな、これは難しいんじゃないのか。いや僕はこんな場面攻略してみせたいと思います。みんな見てて一発で攻略してみせるよ。なぜめってそんなことすんだって。タイミングが難しいな。これこのタイミングか、このタイミングか。ちょっとマジで集中するね。ここ集中したらこっちのもんだよこのバネ野郎が。それじゃあここは右に行き過ぎないようにしてこの場所で待っておけと。そしたらボム兵が上を上げてくれるっていう感じだね。やつだなと思って。ちょっとなんでそこが止まってないの。え、今の氷ブロックは止めたってこと。え、そんなんできるの。はい、それじゃあここは氷ブロックを落としておいてこのブロックを叩けと。そしたらツタが伸びるんだね。ちゃんとこんなギミック知ってた方いるかな。上なんかあるんじゃないか。怪しいな。このコインはゆっくり行きたいと思います。ここを早く行く、早く行ってこのツララをかわしたいと思います。そして左に進めっていう感じか。下か左か、下行きたいと思います。絶対こっち違う。この上はな、これツタなのか。そして上に、あ、坂だ。いや下めっちゃ気になるんだよな。でも一旦左行こうか。こっちが正解。あ、
なんだそのダブルプレイだよ。なんなら絶対避けれないじゃなきゃ。こっちとも協力してくれよな。たまにはいいダブルプレイを見せてくれ。ここは死に耐久っていう感じか。今日はバレ会だね。いやでもこれはそんなに難しくないんじゃない。この浮き輪に乗っていけばいいだけでしょ。やっぱり下は違ったね。じゃあここは一旦バレ出させておいた方がいいんじゃないかな。そしてこの下に乗っていけばバレを回避しやすくなると思うんですよ。っていうかもう出せないでしょ。それじゃあここはオンオフをしてくれるのはいいんだけど、オンオフをした瞬間左に行けと、そういうことですね。さあ間に合うか。あーやー、これどのタイミングで行けばいいんだろうね。このタイミング、いや間に合いそうにない。これタイミングマジでむずいね。もう一回調整しよう。こっから左に出しよう。これで行けるか。ここほんとぶつけ。このタイミング頼む。うわ変えてくれないか。じゃあ次こそ行きたいと思う。いやこれはダメだね。絶対今の引っかかってた。なんで次行きたいと思います。揺れて、つららが揺れて、このタイミング。僕いたってめちゃくちゃ真剣なんですよ。さあこのタイミングでいける。よし。さあ中間ポイント見えたね。ダメよ。ここは何もしない。そしてバレを避ける。うますぎ、絶対勝ると思ってた。それじゃあ進んでいきますか。今あのツタのところにブラッパが落ちてきたよね。じゃあ近づきになってくるかな。そしたらなるほど、上に行けるっていうわけか。それじゃあこのまま進んでいきましょう。このハテナはなんだ。バブル、このバブルで、うわ上に防兵がいるね。なんでこのまま上に進めばいいのか。そしてこれはなるほどね、バブルには引っかからないって。ここはすごく面白そうだぞ。あわかってるかよ、ブブッと。そっちもか。もうわかりました。ここは右でアッシュして進めと。そしてオンオフ。ここさ、右にキノコ出てきたよね。このキノコを取ってオンオフをして先に進めっていうことなんじゃないかな。多分そんな感じだね。そしてここは下の方が怪しい。ドッスン、こっち見るのかどうなんだ。その熱い眼差し、受けて立ってやろうじゃねえか。その挑戦状を、僕は50コインを取ってなおかつ逃げ切ってみせたいと思います。50コイン取れたら高評価お願いします。皆さんリベンジをさせてもらっていいですか。この50コインを取って逃げるというまだ誰も成し遂げてない偉業を僕は。いや違うんだって。最速の男ハヤキングと言われてる僕に不可能なんて何もないんだ。まずドッスンを動かして右から取ればいいものをわざわざ左から取りに行くという、このちょっと人と変わったことをするというのがチャンネル登録者数の減少につながるかもしれないので気をつけます。くっ、いや邪魔でーぜこのカニ野郎が。でここでツタを出して先に行けると、そんでここは P スイッチを踏んで上に行くでいいのかな。いや、あの土管入らんでおこうか。多分入んない方がいいよ。多分この P スイッチの音が鳴り止んでいくと僕は分かってるんですよね。ただ下にも土管があるな。こっちは違うのか、どうなんだ。音楽から察した。僕はもうこの音楽から察しました。この鍵ドア怖いな。スタート地点に鍵ドアあったよね。そこに連れて行かないでくれ、頼むよ。いやー、まさかの中間戻しだよ。こっから何か違うパターン起きてくれ、頼む。さっきと違ってこっちは実は正規ルートみたいな。まあでもさ、この下の土管に入ればもうゴールが近いと思うんですよ。なんで今日のコースの感想でも言っておく。今日のこのコースはあのドッスンから50コインを取るのが本当に難しかったね。一発マリオでああいうの組み込んだらクリアンス 10% いきそうじゃない。鍵を取るだけなのにみたいな。でドッスンが襲ってくるみたいな。それじゃあここはどうすればいいんですかね。なるほどね、あのクリーモが鍵を持ってる。俺持ってないね。いや鍵手に入れれたから戻ればいい。なんで入れないの。もう終わりっていう雰囲気出してたよ。心がついていけません。じゃあさ、このハテナブロックを叩いて何もしないでいいのかな。一旦このまま何もしないで待っとってみるね。そしたら鍵が手に入るみたいな。なるほどね、下の方でバブルが出ることによって鍵を手に入れたのか。ここはスタート地点ではないね。似た何かだ。この四角に置けばいい。熱すぎ。そしてこのフラワーでどうするんだろうね。これゴールだ、絶対ゴールだ。このツタだ、みんな見てて。やったー。どうも
もありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。マリオさん挟まれてますよ。ということで説明文にですね、ただの連打コースです、連射コンは使っていませんって書いてるんですよね。で、約3ヶ月前ぐらいだったかな、マリオがブロックに挟まれて全く動けないコースをしたことがあるんですよ。その時はね、初代スキンでめっちゃゴールまで長かったんだけど、今回はユースキン、そしてゴールが目の前にあってクリア率が 0.94% でしょ。その時よりもさらにマリオが動けないコースなんじゃないかなと思いまして楽しみにしております。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.94% で、チャレンジ数見て分かった通りさ、100回以上チャレンジしてるのにまだ1人しかクリアしてないんだよね。なんでめっちゃシビアなコースだと思うんですよね。それじゃあドアに入っていきますか。タイムは10秒しかないね。こっからジャンプ連打で進んでいけっていう感じでしょ全然進んでちょっと次しゃがんでいってみるわ。いや面白いねこういうの、絵柄がマジでシュールすぎて笑いが出てくるんだよね。じゃあ次はしゃがんで連打全然進まん。やっぱこのコース、さすが100人をも沈めたコースだけあるね。次はちょっと本気で行かせてもらいますよダメだ、本当に無言になってガチで集中してっていい。もう腕がぶっ壊れそうだね、本当に肩がどうかなりそう。なんでこっからスタートして持ち方変えて本気でやってってみるね。はい、それじゃあ持ち方変えてきました。マジでガチでやっていくから、みんな見てて。これがアンキューダイルだ、いけおいえマリオタイムめちゃくちゃいや無事にゴールできたけどその代償に肩がぶっ壊れました。どうもご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。